ですね、今回その描こうと思ったテーマがその友情だけではなくて自分の外に広がる世界そのものを見つめ直す、自分の人生そのものを大きく捉えるっていうテーマを描こうと思ったんですよ。もちろんそれを女の子で描くこともできたと思うんですけど、それを少年で描くことによってその一人の男としてのプライドっていうものが少しエッセンスとして加わるんじゃないかと思ったんですよね。その武田しいアイスランドの勇ましい大地と少年の生き様っていうその力強さというか少し荒い感じというか、そういったテイストがこの作品に入れられたらなと思って今回は男の子を選びました。